おはようございます。おはようございます。何がおかしいんですか、そんなに。いろいろ大変なことがあったんで。 や、前、今日転んだのは、浅川座長ですけど、はい、昔僕が転んだことがあって、神戸の、移民って、ブラジル移民する人たちの、南米に移民する人たちの最後に泊まる会館があって、そこにさらば神戸っていうのを持って行ったんですけども、バスがこう目の前通り過ぎたんですよ。で、それでもう向こう側にバス停があると分かったから、そこに行こうと思って足を踏み出したら、足元に鎖があって、で、前がもう顔からこう行ったんですけども、僕実は柔道をやってたんですね、小さい頃に。だからこういう受け身があるんですよ、バタッてこう。畳には石は落ちてないんで、その石がまずここにこうガンときて、もう思いっきりガンときて、で、湿布を買いにサンドラッグに行ったら、血出てますよ、大丈夫ですかって言われて、で、本当、ここからこういうふうに血がこう出て、ここら辺まで来て、まさに漫画の中のキャラクターって言うんですけど、トイレで顔を洗って、で、湿布をこう貼って、これ大丈夫やなと思ってたんですけど、その顔でまたバスに乗って会館に行って、移民なんちゃら広しどこですかって言ってたら、あっちですとか言って、でそこで言ってます、このおじさんに CD をこう CD 作ったんでとかやってて、で、帰りにそこのトイレ入ってみたら、この絆創膏の間からまた血がこう もう映画でしか見たことないような人が いたわけなんですけれども、それはいい年ですね。 今日は映画ですね、この1917。戦争映画です。だから、こういう、血を流した人も出てくるんですけども、あれ戦争中だからあんまりあれだけど、やっぱ平時見たらやっぱ不気味です。 で、1917しばらくひどい顔でしたもんね。そ本当に映画みたいな感じ。う。そう。で、しかも、翌々日が PTA の学校取材で 学校回らないといけないって、その顔で。でもファンデーション塗りまくって、ファンデーション買ったね、あの時。ファンデーション買って。で、メガネも買い替えて、黒い縁のメガネで、そこが隠れるようなメガネ。で、行きました。人相悪かったね。悪かったね。悪かった。一月ぐらい悪かったね。悪かった。どう見ても、ダメ絶対っていう感じの。そうそう。だからもう、普通に肩から行くべきやったな。手をつくとかね。手をついたやん、こあ、こう。もう、柔道の癖で。ああ。こうパターンとこういう癖がついてる。この石。路上格闘技はあかんわ。危険です。いや、すどういいう、ません。1917って何の年ですかね。何ですかね。僕らから言えば、僕らの昭か、和15年か。違う。あ、違う、違う、違う。もう、あ、昭和じ昭和。ゃないです。いや、昭和じゃないのか。大正ぐらいで、ロシア革命の年なんですよ。あ、ロシアのそう。重大革命の年で、第一次大戦の末期ですね。で、その時にドイツ軍とイギリス軍が戦ってるんですけども、このドイツ軍が撤退していったから、今こそ全滅させるんだっつって総攻撃をかけようとするんですけども、それが罠だっていうことが上空から見た、偵察で分かったわけなんですよ。何がおかしいんですかね。血がこう出てるやつ、あれを画像から思い出したんですね。ちょうど6年前ですわ。で、そういうこう、待ち伏せしてるんだっていうことを知らせに行かなきゃいけないと。だから命を懸けた伝令なんですけども、知らせに行くんですけれども、知らせに行きますわ。で、こけたりなんだりして、で、そこに出てくるドイツ人はみんな悪者ですわ。で、悪者の手から逃れて、で、最後に、
さあ第一波の攻撃やとか言って、うん、わーっと言って、うん、あのザボロに負けつつあるところに伝令が行って、うん、それで、まあ、助かるという、あ、攻撃やめっつことで、うん、終わるんですけども、あのなんていうのか、確かにそういう事実あったと思うんですけども、あのこれ一応戦争映画なんですよね、うん、で戦争映画があの攻撃中止で終わるって一体どうよっていう、こう、うん、中止ってでほっとするんですけれども、うん、まともな戦闘シーンっていうのはないんですよね、うん、まあ、戦闘シーンあるけれども、うん、なんかもう全てが中途半端で、あの攻撃って言ったらドイツ軍もぬけの殻で、うん、でこれはやはり撤退してるんかっていう感じのところもあるし、うん、まあちょっとよく分からんけれども、うん、非常になんか印象に残りましたね。なんかあの、まあ、そういう伝令っていうことで、うん、2人で行くんだけれども、うん、1人は死んでしまうわけなんです。で、うん、死んでしまうのも、うん、ドイツ兵を助けようとしたらそのドイツ兵にされて死ぬとか、あだからまあ、うん、あのまあドイツ人何一ついいことねっていう、うん、まあ、うん、まあそういう映画です。あの、はい、あのこの時代を知るには非常にいいと思います、うん、はい、もう塹壕戦なんですよね、第一次大戦ってのは、うん、塹壕で そういう光景なんかも結構リアルに使ってると思います。はい、わかりました、はい、以上です。ありがとうございました。